水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえからお前が奪った国を。おかしなことを言うやつだ。国はこれからもらう。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて、俺は本当にあいつの国ならもっと笑ってられるはずだ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。リビオ、人には死ぬなって言うくせに自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てしまえばいいと俺は。死なせたくねえか、仲間だろうが。今日はもう俺をぶちのめしたいらしい。俺のお前を目障りな敵と認め、グラウンドセット。グラウンドセット。グラウンドです。ロケット、ロケット、ロケット。建物が崩れてきた。早くあいつ倒さねえとヤバそうだな。壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。無駄だ、デザートジラソーレ。ロケット、ロボノー、ピストル、ガソリンガン。ロケット、ロボノー、ピストル、ロケット、ロボノー、ピストル、ロボノー、ブッツパッド。グランドセット。ロケット、ロボノー、ブッツパッド。ロボノー、ピストル、ロケット、ロボノー、ピストル、ロケット。駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。
諦めろ。リヴィが国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んで死んだ時はそれはそれだ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は、麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに、船は無事だと連絡が入る。その相手は、敵として戦ったミスター2、ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オオカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。
海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなー、ビビー、ほら来た、ビビー、船を戻そう、急げ。ビビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ、本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたら、もう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ、ゴー！